歴史を見れば大事なポイントはいくつも出てきます。毎度スルメニーさんです。今回はですね、アリババ創業者ジャック・マーから学ぶ4つの成功ポイントとは。オリラジの中田さんの動画を見てめちゃめちゃ好きになっちゃったんで、もう動画にすることにしました。ジャック・マーはアジア一の大富豪って言われるぐらいのもう大成功者なんですよね。でこんなすごい人もうみんなに知ってほしいなと思って、でそもそもなんですけど、どうやったら成功できるんだろうとか、成功の要因って何なんだろうって一度ぐらいそんな風に考えたことないですか？でもこれって自分が成功するまで結局とか分かんないんじゃないのかな。いや、そんなことないんです。成功者の歴史を見れば大事なポイントはいくつも出てきます。だからこの動画を最後まで見ることによって、そのたくさんある成功のポイントの中でも特にここ重要だなって思うところの4つのポイントにまとめたので、それがもう全てわかるようになります。あなたの今後にもう絶対に役に立ちます。なので早速本題に入っていきます。ジャック・マーの過去を学んでいきましょう。でそもそも学生の頃、ジャック・マーはもう中学校も高校ももうめちゃめちゃ落ちこぼれだったらしいんです。自分で四流の学校に行ってたっていうぐらい、もうなんせね、もうドベに近いぐらいのレベルの方だったようです。ただ中学校の頃からもう英語だけはもう強烈に大事だってなんか感覚的に思ってたんですって。だから英語を覚えようと思って、中学生の頃から毎朝ね、こうホテルに行って、ホテルに行くと当然外国の方とかもいるわけなんですよね。じゃあそこで片言の英語で観光案内を無料でスタートするんです。もうこの時点ですごくないですか？います？周りに。もう学校とか来る前に朝早く起きてホテル行って、あ、こっちがこれになりますみたいな、そんなやってる友達普通いないですよね。ポテンシャルやべえみたいな。当然僕もそんなことやってないし、まあ家でエロ本読んでるぐらいですよ。でそんだけのポテンシャルがあるにもかかわらず2回大学落ちてるんですよ。めっちゃバカなんですよね。まあね、こう勉強っていうものにもピンときてなかったのか、それとももう全然ね、もう自分が好きなことしかもうやる気が起きないタイプの人だったのかもしれません。ここで大事になってくる一つ目のポイントです。それは学歴は関係ない、言い訳しないっていうとこなんです。今まで自分自身がバカだからもし言い訳してたのなら、もうそれはもう言い訳でしかないんです。俺アホやからって僕もよく言ってて、昔高卒やし。でも関係ないんです。それやってるうちはまだまだ言い訳、いくらだって可能性があるんです。話を戻します。でまあ生活のためにね、三輪の自動車で宅配の仕事をなんかしてたらしいんですよ。けどそんな時にパッと一冊の本に出会うんです。それがまあ向こうの本なんですけど、人生っていう本で、まあそれを見てね、俺はこのままじゃ終われねえっていう形で、まあ日本でいう、まあ、自己啓発本ですよね。読んで、よし、もう一回受験しようって言って大学に行くんです。英語科の大学に入って、そこでも補欠だったらしいんですよね。英語もダメなんかいみたいな。もう、バカ。もう中学校からもう英語だって来てて、もう英語の勉強してきて、エリート中のエリートってぐらい頭が良くて、でもジャック・マーは違うんです。もう学生時代どっちかって言ったらもう超落ちこぼれなんですよね。まあ、そこに僕自身は惹かれたっていうのもあるんですけどね。僕自身も高卒だから。で、まあ、卒業すると次何が待ってるか、就職活動なんですよね。じゃあその就職活動でジャック・マー30回やばくない ?30 回心折れるよね。もうあれ受けてもあれ受けても全部落とされる。でもう警察官も受けたんだけどそれも落とされる。で最終ケンタッキーのアルバイト受けたんだけどもうそれも落ちたみたいなんですね。まあ僕もね、学生の頃、まあ、バーミヤンとマクドナルド落ちてるから、まあ、人のこと全然言えないんですけど、でね、もう就職活動しながら次はハーバード大学も行こうと応募するんですよ。でここでも10回断られる。気づけ、もう3回目ぐらいで気づけ、もう無理だ。それでももう10回出したんですって。で案の定断られて、ここで大事なのが2つ目のポイントです。諦めの悪さ、継続は力なりってことです。どんだけ就職断られたって、どんだけ大学落とされたって諦めないってことなんです。もうこの時点でやっぱり普通の人と違いますよ。もう普通の人は大体ほとんどはもう1回で諦めますよ。ちょっとやって2回3回です。でもジャック・マーの諦めの悪さ、ここはすごいところです。でまあどこも雇ってくれないから大学のね、まあ、英語の講師として、まあ、アル
バイトみたいな生活を続けるんです。もうどこも雇ってくれないから、ここで大きな決断を一つします。もう誰も雇ってくれない、だから起業しようみたいな感じでね。ここで英語のスキルを使って翻訳会社を設立するんです。ただ設立するんですけど、当然仕事が全然来ないわけなんです。だからこそジャック・マーは通訳でこういろんなところにこう英語には行くんですよ。でそこに行ってそのまま帰るのももったいないから、そこでねその地域のものを買って別のところに販売するっていう、いわば今でいう転売ビジネスをこの時にやってたんですね。まあ副業です。それでなんとかこう英語の翻訳とこの物販でこう生計を立てていくわけなんです。そこから2年後29歳の頃ですね、まあ広州っていうまあ地域の中でこう一番ね、通訳会社では一番大きい会社にまで成長したんです。やっとですよ、やっと会社がこう軌道に乗り出したわけなんです。じゃあそこでアメリカに行く機会が出てくるんです、通訳の仕事で。でアメリカに行って、そこでジャック・マーはインターネットと出会うんです。その当時まだ中国にはインターネットっていうもの自体がもうなかったようなんですね。当然初めてインターネット、パソコンっていうのを見て衝撃を受けたようなんです。今までこうせっせこうせっせこういろんなところにこう営業で駆けずり回ってて、でもインターネットで発信をするだけでお客さんを呼ぶことができる。で実際にアメリカで通訳の募集をかけたら、いきなり3件4件って言って募集が来たらしいんです。もう当初ってそれくらいの勢いがあったらしいんですね。まあ、それくらいインターネットっていうのが復旧しだしたもう初期の頃ですよね。それをこれだっていう形で、それをそのままチューブに持って帰るわけなんです。そこでね、これからはインターネットの時代だ。だから、うちもインターネットの会社にするっていう感じでね、全従業員に言うわけなんです。ただ、大反対されます。そらそうですよね。みんな通訳の仕事でね、ずっと毎日してこう生計を立ててるにもかかわらず、いきなりインターネットっていうこうわけのわからない、自分たちが見たこともないようなものを持ってきて、これで行くんだっていう形でね、もうジャック・マーは行っちゃうわけなんで、ここで大事なポイント3つ目が出てきます。それは、自分が決めたことは周りが反対したってやるっていうとこなんです。新しいこと、みんながわからないことを始めようとすると、当然いろんなハードルが出てきます。例えば独立するってなったら、自分の両親だったり、会社の社員、上司だったり、もういろんな人たちがこうありとあらゆる手段を使って止めにかかってきます。今のままでいいじゃないかって。でもこうやって成功して収める人って違うんです。もうやると言ったらやるんです。そこにも言い訳を挟まないんです。そうやって中国でそのスタートした翌年に中国がインターネットの導入を始めたんです。すごいタイミングですよね。やるぞって決めたその翌年にビッグウェブが来たわけです。じゃあもうどんどん仕事が舞い込んできて、国からも仕事の依頼が来るぐらい、もう急成長していたわけなんですよね。で、その最初当初作ったのが、企業を紹介するサイトっていうのを作って、どんどんね、企業を紹介していったんです。ただ、ここで大手の大資本を持った会社に買収されちゃうんです。この時、ジャック・マーは、もうトラウマのような、もうすごくショックを受けたようです。そりゃそうですよね。もうやっとこれだって。もうどんどん売り上げも上がっていった状態で、いきなり買収されて、もう自分の会社じゃなくなっちゃうんだから。それはすごいショックだったと思います。ただ不屈の精神、ジャック・マーは諦めないんです。インターネットの普及と同時に SNS も流れとして入ってきたんですね、その頃で。ジャック・マーは気づくんです。これからは大手企業だけじゃなくて、中小企業や個人が SNS を通してビジネスをしていく時代なんだ。すごいですね、この時期にこのタイミングでそんなことを思えるって。でもジャック・マーはそれを形にするんです。いろんな企業たちがやり取りをできるような会社、それがアリババのスタートだったんです。すごいですよね。どんな状態からでも駆け上っていくこのジャック・マー。この時ジャック・マー34歳です。で、最後にまだ出てきてない4つ目のポイント、これは直感力からの自信です。これはどういうことかっていうと、これは英語がいるんだとか、インターネットが来るんだとかっていうのも、もう全てこれ直感なんですね、スタートは。ただここで大事なのは、この直感を信じた自分自身の自信から来てるものなんですよね。ここってめちゃめちゃ実は大きいポイントなんです。人はみんな直感を持ってるって言われてます。例えばこうアルバイトの面接とか行って初めてこうパッて座った時に、あ、なんかここ違うかもしれないなとかって思った時に、実際入ってみたらやっぱりここは違うわつって辞めちゃったりとかっていうのは、本当はもう入った最初の面接の段階から気づいてるけど、自分自身の自信が弱いからその直感を信じずに別の行動をとってしまう。これはみんな一度や二度経験したことあると思います。それくらい人は実は直感っていうのはすごく優れたものなんです。ただそれを信じる自分自身への自信、ここがないと直感力を発揮することってできないんですよね。アリババ創業して以降っていうのも、あっちゃんの動画ではここからもまだ続きます。
なのでジャックマンのことをもっと知りたくなったっていう人はあっちゃんの動画も見てください。下に URL 貼っておきます。ということで今回の成功の4つのポイントをおさらいします。1つ目、学歴は関係ない、言い訳はやめる。2つ目に継続する。3つ目にもう自分がやると決めたらやる。4つ目に直感力からの自信。この4つを出したんですけど、この4つってテクニックとかスキルとかっていうものじゃなくて全部自分の中にあるものなんですよね。ってことはです、私も含め今見てる全ての人たちも成功する可能性が十分あるってことなんです。なのでこれから何かをチャレンジしようと思ってる人、何かをやっててでもちょっと諦めそうになってる人、ぜひ今回の内容から今後の自分に生かしていただけたらなと思います。って感じでね、今回はジャックマンについて話していきました。最後まで見ていただいてありがとうございました。でこの動画見てよかったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日はこれで終わります。どうも。